はい、おめでとうございます。今日の試合振り返っていただいていかがでしたでしょうか。立ち上がりから自分たちの、自分たちのスタイルであるトメルケルがなかなかうまくいかなくて、その相手のプレッシャーを受けてしまったり、自分たちの攻撃がなかなかできなかったんですけど、まあ、後半あたりから自分たち の, そのトメルケルが、だんだんできるようになってきて、そのテンポが生まれて、自分たちのサッカーができたことによってこの得点差になったと思います。次戦に向けての意気込みの方ありましたらお聞かせください。今日の課題である前半から の, その立ち上がりの部分で悪かったので、次は前半からもっと攻撃をしっかりしてて、前半で圧倒できるように頑張ります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。